シマリンちゃんを作っていきます。パーツ数はこんな感じ。金型の抜き方向の関係で、大志のボンボンが柱状設備みたいになっています。足パーツが挟み込みになっているので、あとはめ加工します。一部、切除するだけの簡単作業です。大志のボンボンはデザインナイフでそれらしく削りました。合わせ目は上半身の身になります。塗装していきます。1回目の塗装。ジーパンの青は明るすぎた。塗り足します。塗り分けのためのマスキング、テープと木工用ボンドで目隠ししてあります。2回目の塗装。帽子のラインはマスキング後に筆塗り。エアブラシによる塗り分けはこれで最後です。一部、はみ出ているので、修正。マフラーの柄は、筆塗りしていきます。水色、黄緑、赤の3色塗りです。マフラーを筆塗りしている間に、帽子の塗装が乾燥しました。
一部木工用ボンドで接着しました。